ヨハネステオドール・シュマルハウゼン、ヨハネステオドール・シュマルハウゼン、または、イワン・ヒョードロビッチ・シュマルハウゼンは、ドイツ系ロシア人の植物学者、古植物学者である。遺伝学者のイワン・イワノビッチ・シュマルハウゼンの父親である、サンクトペテルブルクで生まれた。父親は、サンクトペテルブルク科学アカデミーの師匠を務めた人物である。サンクトペテルブルク大学で、 アンドレイ・ベケトフの下で植物学を学び、植物学の論文で大学から賞を受けた。25歳から2年間、ヨーロッパ各地の大学で研究し、1877年にサンクトペテルブルクの定室植物園の標本室の学芸員になり1878年から、キエフ大学の准教授となり、後に植物学の教授、キエフ植物園の園長となった。 1893年に、サンクトペテルブルク科学アカデミーの会員に選ばれた。主な研究分野は、古植物学と、喧嘩植物である。キク科の植物の俗名、シュマルハウゼニアに懸命されている。シュマルは、植物の学名で命名者を示す場合に、ヨハネステオドール・シュマルハウゼンを示すのに使われる。ありがとうございます。